広島東洋カープ対中日ドラゴンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか？まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょう。打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている木下。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは菅野、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手、初球は何で来るか。初球打ち、ファウルになります。2球目打ちました。ここはフライになっています。キャッチャーが構えます。さあ、これからドラゴンズが守備につきます。バッターは岡本、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。最初は変化球できました。ナイスボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。打ちました、小笠原、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っているサンタナ。小笠原、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。なるほど、さあ何を選択してくるか。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには指名打者の筒香、ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド落ちました、センターに抜ける、ドラゴンズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスにはバースが入ります。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですね。2球目は何で来るか。またインロー、ボールになります。インサイド落ちました、破りました、センター前、セカンドランナー三塁を回った、セカンド、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。バッターボックスには代打の坂倉。小宮山さん、乗り切りたいですね。まあ、ここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。落ちそうだ、一塁線落ちてフェア、二塁へ送球、セカンドランナー、ここは三振が取れれば理想的ですね。そうですね。際どいコースですが外れました、ワンボールです。低め見ました、ボールです。打ちました、取った、一塁へ、アウト、ツーアウト。ファウルになります。またファウル。打ちました、ショート取った、タッチはアウト、これで3アウト。ここでカープ守備を変えてきました。試合は最終回まで来ました。追いかけるドラゴンズの攻撃、バッターは DH 吉田。ドラゴンズビハインドで迎える最終、打ちました、サード取った、アウト、ワンアウトです。バッターは5番柳田。菅、まずは先頭バッターを打ち取っています。まず何を投げてくるか。打ちました、取りました、ツーアウトになりました。打順は6番高橋、ツーアウトランナーありません。この回のドラゴンズ打線ですが、わずか2球でツーアウトになっています。まあ、積極的にインコース詰まりました、この打球内野フライ掴んでアウト、これで3
アウト、最後に1点。